皆さん、こんにちは。マリアです。さあ、今日はですね、宝塚の公式サイトで、とっても、とっても待ちに待った発表がありました。でね、今日はそのニュースを皆さんにいち早くお伝えしようと思って、もう急いでお家に帰って、このようにね、撮影していますが、月組の次期トップスター、そして次期トップ娘役、ね、発表がありました もうね、月組さんお稽古に入っていたので、まあね、そのうち発表があるかなとは思ってたんですけれども、まさかこんなウルード氏の2月29日というとってもね、あのハッピーな日に発表があって、なんとね、大谷翔平選手の結婚も発表された日だったので、ダブルでおめでたい日となりました。で、気になる月組の次期トップスターは、ほーずきアンさん、そして次期トップ娘役が ましじゅりさんに決定しましたおめでとう <laughs> いやーもうね、本当にね、本当にめちゃくちゃ嬉しいです。もうびっくり、まあびっくりというか、まあそうだろうなとは思ってましたけれども、今日発表があるとはね、まだあの心の準備もできていなかったので、いやーもう本当に嬉しくて嬉しくて、あの発表がね、公式サイトから、 出された直後から、もう SNS ではめちゃくちゃ盛り上がっていましたね。やっぱりね、あの、ほうずきあんさん、月組のね、二番手として、今ね、トップスターでいらっしゃる月城かなとさん、そしてトップ娘役、海野みつきさん、このトップコンビをしっかりと力強く支えてこられた二番手のね、ちなっちゃんが、もういよいよトップにね、なれるということで、 ファンの皆さんももちろんなんですけれども、もうとにかくその OG の皆さんのちなっちゃんへのおめでとう投稿がめちゃくちゃすごくって。いやーやっぱりね、このちなっちゃんが19年間培ってきたそのみんなとの絆。そしてやっぱりね、その19年という重みですよね。やっぱりちなっちゃんの人徳とその努力の賜物で、本当にね、もう愛の溢れる投稿が ものすごく多く多ていやーもうなんかちょっとね X とかそのインスタを見てるだけで泣きそうになってしまうぐらいすごく愛にあふれたあの時間でした。 で、あの、情報をとりあえず整理しますと、月組の次期トップスターにほーずきあんさん、そして次期トップ娘役に天橋シジュさんが決定したというニュースが出ています。で、えっ、ー、と、お二人の新トップコンビとしてのお披露目公演が決まってるんですね、もう。で、こちらが2024年8月22日に初日を迎えます、全国ツアー公演。ね、全国ツアーでお二人のお披露目公演となります。作品がまたもう、 もうね、<laughs> 本当に絶対見たい絶対見たい作品です琥珀色の雨に濡れて、そしてグランド宝塚110ということで、もうこれはね、どうしても見たい <laughs> もう琥珀なんて次期新トップコンビにぴったりの作品じゃないですかちなっちゃんって見たいですよね、皆さんもう本当にこれはね、 全国ツアーどこかで、絶対にどこかで見たいなと、うん、私は本当に思っています。でね、あの、トップスターとしてトップ娘役になられるお二人についてなんですけれども、本当にね、まずは、ホーズキャンさん、おめでとうございます。もう本当に、本当に私も嬉しいですで。やっぱりね、あの、メディアのね、記事がもうすでにたくさん出ているんですけれども、 なんか、そのメディアの記事の見出しが、すごくなんか、遅咲き19年目とか、そういう見出しがやっぱりね、踊っていて、確かに、すごく上級生でね、トップ就任されるので、 分からなくもないんですけれども、本当にファンの皆さんがたくさん投稿されていましたが、遅咲きではない遅咲きではないですだってちなっちゃんはずっと輝いてたし、ずっと咲いていたし、ずっと満開だったし、ずっと魅了してったし、もう本当に遅咲きじゃないんですよ今咲いたわけじゃないから本当に私はね、もう、声を大にして言いたいです。ねやっぱり、あの、その19年目と、 いうことでね、トップ就任にな、されるのが。で、あのー、2006年入団なんですよね。で、92期生で、えっと、研究科19年目。だから、入団して19年目で、ね、トップ就任されるということで、これまでは、県18でトップに就任された、大空優飛さん。そして、あの、北昌かえりちゃん。ね。お二人が、まあ、一番、 上の学年でのトップ就任だったんですけれども、さらにそれをね、上回る学年での就任ということで、本当にみんなが待ちに待ったトップ就任だと思います。もうね、ファンの皆さんはどれだけこの日を待ち望んできたことかって本当に思いますし、なんからこんなに嬉しいトップ就任の発表って、私もなんか自分の気持ちがあまりに高揚しすぎて、なんか、 すごく幸せな気持ちにさせてもらえたなって、うん、思いました。でね、あの、ちなちゃんはまず入団後は月組に配属されて月組でね、ずっと本当にもう魅力的な男役スターさんとして育ってこられましたけれども、2013年にベルサイユのバラでアンドレを演じて、新人公演、初主演ということで、本当にね、この入団7年目の 初主演、最後の新人公演でそのセンターを射止めたっていうのもすごくドラマチックだったと思うんですよ。でもやっぱりね、そこから本当に地道に自分が置かれたところで一生懸命努力して花を咲かせてそのみんなに見てもらってみんなを魅了し続けてきたちなっちゃんでで、なおかつやっぱりこう組子とか一緒に出演されている皆さんに,本当に いい影響を与えてたくさんの学びになってきたお手本となってきた男役さんだと思うんですよね。あの月組からまず2014年に花組に組み替えをされてからも本当に花組でも。 魅力的な男役スターさんとして、ちなっちゃんにしか出せない色系、そして男役としての魅力を存分に発揮されていたと思いますし、花組からまたね、2019年に古巣のね、月組に戻ってからも、本当にさらに男役に磨きがかかって、みんなのね、憧れの男役として存在し続けてこられたと思います。で、やっぱりね、トップスターの月城かなとさんが、 ね、就任されてからは、本当に力強く支えてこられた、頼もしすぎる2番手スターだったので、まあ、ね、いつかは、ちなっちゃんのトップのね、姿が見たい、大きな羽を背負ってる姿が見たいって、いろんなファンの方が思い続けてきたと思いますし、それは共に舞台に立っていた月組生もそうだったと思いますし、花組生もそうだったと思いますし、私たちのような OG も、 そうだったと思います。なので、もう本当にこの発表が嬉しすぎて、なんかドラマチックですよね。やっぱりね、こう、すごく早くから抜擢されてね、あの、スタートして育てられていく生徒さんもたくさんいらっしゃいますし、あの、ちなっちゃんのように本当に地道に自分の花を咲かせ続けて、そこで一生懸命、あの、輝いて、 で、研究家19年という年月をかけてトップスターになる方もいらっしゃいますし、なんかそこのね、各生徒のいろんな生徒さんのドラマがあるっていうところも、私は宝塚の魅力だと思っているんですよね。なので、本当になんか、ちなっちゃんがね、なんかトップの羽を背負って階段を降りてくる姿を私想像しただけで泣けると思って、本当になんか、19年、 重いと思うんですよその19年の年月ってねでその年月を努力し続けてきたちなっちゃんって本当にすごいと思いますしその年月かけてこう作り上げてきた男役の美学っていうのを19年目のちなっちゃんがあの大きな羽を背負って降りてきてみんなにその姿を見せるっていうことの重大さっていうか。 なんかそのことだけで本当に下級生たちの励みになると思いますし、その尊敬に値するところだと思いますので、もうね、いろんな人の希望だなって、うん、思いました。だからなんか、SNS とかを今日すごく見てましたけれども、皆さんが宝塚の希望、本当にみんなの希望の男役って書かれているのを見て、 本当にその通りだなって、うん、思いましたで。私的には、私はね、あの、受験スクールね、通っていて、K.I.E. に通っていましたので、まあね、ちなっちゃんも K.I.E. の出身ということで、もう、きえ先生おめでとうございますって思っています。まあやっぱ K.I.E. のね、出身のトップの娘役さんってたくさんいらっしゃるんですけれども、男役の トップスターさんっていうのはね、この、ほうずきあんさん、ちなっちゃんが初なので、もうこれはね、きえ先生も、本当に本当に、ね、とっても喜んでらっしゃるんじゃないかなと思いますし、私たち、K.I.E. の卒業生も本当に誇らしいですし、とっても嬉しいなと思っています。なんかもう本当に、 ちなっちゃんの、その、19年の重みを考えるだけでも私は泣けてきてしまうんですけれども、きっと劇場でもね、その姿を見たら泣いてしまうんじゃないかなって思いつつも、とっても楽しみにしていますし、もうなんかいろんな作品が見たいちなっちゃんで <laughs>、本当に、もうずっとずっと見ていたい男役さんってずっと言い続けていますけれども、トップスターさんにね、あの、なられると決まりましたので、まあここからはね、本当に、 どんな作品が待っているのか、どんなお役が待っているのか、楽しみにしたいなと思っています。はい。さあ、そして次期トップ娘役として発表されました。甘しじゅりちゃんですね。で、甘しじゅりちゃんが2015年入団の101期生ということで、もうね、3桁。 生地の方々がね。トップ娘、娘役になって行かれるような時代になったんだな。とうん思いました。で、最初はね。もしジュリちゃん男役さんとしてね。あの月組で配属されて男役として頑張って来られてかっこよかったんですけれども、あの2017年にね。実は。 娘役に転校されたということで、男役さんだったってことをもしかしたら知らないファンの方々も多くいらっしゃると思います。それぐらいね、こう娘役になってからの活躍も素晴らしかったですし、娘役になってからの違和感が全然なかったですよね。で、あの、本当に、 若い娘役さんだったのにもかかわらず、とっても落ち着いた大人の雰囲気を持っている、あの、男役さんから転校した娘役さんならではの魅力を持った、ね、娘役さんで、数々のヒロイン経験もありますし、本当にね、ショーとかでも大活躍されていらっしゃいました。で、あの、元男役さんの娘役さん、 トップの娘役さんに就任さされるっていうのは月組さんだとね元月組トップ娘役のまなきれいかさんチャプちゃんもそうでしたのでまあね続いて本当ににュリちゃんもあーチャプちゃんのように男役からね入って娘役に見事に転校して大きな大きな花を咲かせていかれるんだなーっていうふうに、うん、思いました。 ね、あの、ちなっちゃんとのね、並びも本当に大人っぽくって、とってもお似合いだと思いますし、やっぱりこの間のね、公演でトップ娘役の海野美月ちゃんのね、代役もしっかりと務められて、で、その時もね、やっぱりご覧になったファンの方々が本当に素晴らしかったって、皆さんね、絶賛されていましたので、まあ、ね、準備も万端だったということで、次期トップ娘役として発表されました。で、琥珀色のね、雨に濡れてという作品も、 とっても、ジュリちゃん、お似合いだと思いますので、これもまたね、ちなっちゃんと並んだお姿を想像しながら、これからどんな風な作品に出会っていくのか、またね、いろんな引き出しを見せてくれると思いますので、楽しみにしたいと思います。そして、あましジュリちゃんも、実はね、K.I.E. のご出身ということで、次期トップコンビのお二人は、実は K.I.E. 出身なので、きえ先生もめちゃくちゃ喜んでらっしゃるんじゃないかなと、うん、私は思っています。 ねで、このようにね、もう、次期、トップコンビが発表されて、今はね、もう本当に、SNS、めちゃくちゃ盛り上がっていまして、お祝いの言葉がね、溢れていますけれども、この後ね、現、トップコンビの月城かなとさん、そして、海野美月さん、お二人の対談公演が控えています。やっぱりね、これまで本当にね、魅力的なトップコンビが、しっかりと、 月組を引っ張って支えて来られましたので、まずはこの月組トップコンビ、今のね月組の姿をしっかりと目に焼き付けたいと思いますし、その、れいこちゃん、海ちゃんがいて、ちなっちゃんがいるっていうね、もうこの、私はトライアングルが大好きなので、この三人のね、まずはお姿をしっかりと胸に焼き付けて、目に焼き付けて、 置きたいなと、うん、思っています。そして、で、その作品の後には、新トップコンビのお披露目公演も続いていきますので、まあ、110周年、まあ、これからね、もしかしたら組替えなどの発表もあるかもしれませんし、本当にね、あの、節目の年なので、いろいろなことが変わっていくと思いますが、やっぱりこういうね、あの、ドラマチックな、あの、それぞれの生徒さんのドラマが、 あるのが宝塚の素晴らしさであり、やっぱりファンの方々の、そのずっとずっと応援し続けてきた先にあるご褒美っていうのがこういう形でね、あのー、待ってるんだなっていうことを今日まだまだと本当に実感させていただきましたので、今後ももう本当に宝塚見ていくのが楽しみですし、すべての生徒さんを全力で応援していきたいなと、 本当に改めて思いました。まずは、今日ね、発表されました、次期トップスター、宝月んさん、そして、次期トップ娘役、まし樹里さん、お二人本当におめでとうございます。これから頑張ってください。ということで、もう本当にね、取り急ぎになりましたけれども、今日、正式に宝塚のね、公式サイトで発表がありましたので、次期月組のトップコンビについてご紹介をさせていただきました。 さあそれではね、皆さんこの後もきっとね、ファンの皆さんは盛り上がると思いますので、存分に今日喜んで楽しんでいただきたいと思います。はい。<laughs> さあそれではね、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ